写真だったんですけど、お兄ちゃんも赤い帽子をかぶって、ママも赤い帽子をかぶって、いちごのショートケーキを持ってたんで、なんか全部ひっくるめていちごのショートケーキに見えてしまったんですね。帽子がいちごに見えてしまって、なんか早くママにそれを会って、そのお話をしたいなと思ってね、今日3時半に来たんで、30分ぐらいママとお話をして、とってもいいお話を聞いて、なんかいい年末だなっていう。大掃除はしなかったですけど、あとは本当にミントさんも元気になって、ちょっと痩せすぎちゃったけどね、余計胸が目立つよね。でもなんか野沢さんにも会えたしね。すごいバンドかっこよかったです、なんかその後にね、もう本当に申し訳ないいちごいちっていうことになりました、ね、久しぶりだもんね、クロちゃんともね、クロちゃんとねフルーツバイキングね、ロコちゃんとも行ってる、そんなことでね、いちごとか、フルーツバイキングとかそんな歌が、そんな言葉が出てくる歌を、オリジナルで持ってまして、まあ、お茶をいっぱいいっぱい入れるときにね、味が違うみたいな感じで、歌もその場の雰囲気で全くね、こう違った意味合いも出てくるんじゃないかなと思って、ちょっと MC しゃべりすぎて飲む場合です、すみません、お水もらっていいですか。いつが始まったって感じだよね。ということで、151っていう曲を聴いてください。嘘。まさかの別途。はい、すみません。You know
人と関わっていく以上ですね、こう本心で動くことってなかなか自分軸っていうかな、動くことってなかなか難しいのかもしれないですけども、それでもやっぱり他人と自分とのこう比較っていうものがなくなることで、いろんな恐れとか不安とかは消えて、なんか水のような澄んだ状態になるよっていうような歌なんですね。すごいですね、ダメでもいいから自分が自分であることが一番自信が溢れた状態なんだよっていうようなそんな歌です。本当の歌をですね、あの今日三振持ってる人いないですよね三振から始まる沖縄っぽいメロディー、三振が入るんですけども、ないんでハミングとギターでやってみたいと思います。優しい人よ風に舞う時、thank you.
ありがとうございました。実はですね、本当にロツさんにはね、本当に申し訳なくて、実は今年ですね、ロコモカというユニットを作ってしまいましてね、推しそうでしょ、ロコモカ、ドンって入るようなことでしょうね。本当に何回かね、他のライブハウスでもオープンマイクでやらせていただいて、女性同士のね、女性同士のユニットというのはこういうのはあまりないと思うんですけどもね、せっかくもう大好きな脱日常音楽祭なんで、今日最後の 2.5 曲はですね、ロコモカ and K でお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。1曲目はですね、どうぞこのままっていう曲で、前に1回Kさんにね合わせてもらって、で今回も実はちょっと2曲ともKさんもね、本当に練習してないんですよね。なのでちょっと3人でも合わせてないですね。でもうまくいけばいいかなっていうところで、大丈夫だよね。よし、その一言で魔法がかかったと。なんかいいですね、こう一緒にやるってバンドって素敵ですね。なんか一人でやるのはやるのでマイペースでいいんだけどね、間違ったら、まあ、笑って許してください。このままっていうところなんですけども、なんかこのままじゃちょっと面白くないなって思うので、どうぞこのまま3番でですね、さよならは涙と裏腹、冷めたコーヒーのようなものというフレーズがあるんですけども、まあ、じゃあこのままコーヒーで終わらせず、やっぱり男と女はウイスキーでっていうのでね、嫌な続きで行きたいなと。よろしいですかね。ではロボじゃない。ロコミカK。 帰るな。
曇りのガラスを叩く「
ございました。お疲れ様でした。